朝目が覚めるとなぜか泣いている。そういうことが時々ある。見ていたはずの夢はいつも思い出せない。ただただ何かが消えてしまったという感覚だけが、目覚めてからも長く。よくできた夢やな。女子力高いんだね。な、はあ、なんだこれ。これって私、夢の中であの男のこと。来世は東京のイケメン男子にしてください。入れ替わってる。あんた今夢を見とるな。違う、夢じゃなかった。大事にしないよ。夢は目覚めればいつか消える。私、なんで。誰、君は誰。だから俺は直接三葉に会いに行くことにした。お前が世界のどこにいても俺が必ずもう一度会いに行くって。3年前に何百人が死んだあの災害、滝だって覚えてるだろ。水星、三つ葉、四つ葉、結びって知っとるか。糸をつなげることも結び、人をつなげることも結び、時間が流れることも結び、わしらの作る組紐もせやから、神様の技、時間の流れそのものを表しとる。結び、本当に時間が戻るんなら、もう一度だけ。三葉。滝くん。まだきっと間に合う。目が覚めても忘れないようにさ、名前書いてこない。ここに来た。あいつに会うために来た。君の名前は。名前は滝くん。覚えてない。いつからかそんな気持ちに取りつかれている。探しているのが誰かなのか、どこかなのか。ずっと誰かを、誰かを探していた。君をどこかで。私も。君の名前は。